皆様こんにちは。今回は Android の盗難や紛失時に役立つ Google Play の機能、Android デバイスマネージャーについて解説させていただきます。Android デバイスマネージャーは PC ブラウザや専用アプリをインストールした Android で利用できる Android の位置検出機能で、 Android が発する位置情報をもとに今どこにあるのかを Google マップ上に示してくれます。位置情報の誤差は最も小さい値だとマーカーに対し10から15メートル程度となるため、かなり精度の高い位置情報を確認することができます。さらに遠隔でパスワードロックをかけたり、 Android のデータを初期化できるので、盗難にあったり紛失してしまった場合でも大切なデータを保護して最悪の結果を免れることができます。また遠隔で最大音量の状態で5分間着信音を鳴らすことができ、音で Android の場所を探すのを手助けしてくれます。この着信音は電話機能が搭載されていないタブレットなどでも鳴らすことができ、さらにたとえイヤホンを接続していても関係なく Android 本体のスピーカーから音を鳴らしてくれます。 Android デバイスマネージャーの機能を利用するには、 Android の位置情報をオンにしておくことと、モバイルネットワークか Wi-Fi 通信中であること、電源がオンになっていることが必要です。 Android の位置情報は Android の設定を開き、位置情報をタッチしてオンになっているかどうかを確認してください。まず Android デバイスマネージャーを PC のブラウザで利用する方法を解説させていただきます。ブラウザで Google Play を開き、左上にある歯車マークをクリックします。設定と Android デバイスマネージャーの2つが表示されるので、 Android デバイスマネージャーをクリックします。すると左上に現在 Android デバイスマネージャーで位置情報を取得している Android の名前と位置情報の取得時間や取得位置などが出てきます。もし複数台 Android を持っていて探している Android が表示されていない場合は、 Android の機種名をクリックし目的の Android に変更してください。Android デバイスマネージャーで位置情報を取得した Android に対してできることは、先に挙げた5分間音を鳴らす、着信音を鳴らす、パスワードロックをかけるロック、 Android を初期化する消去です。ロックは Google アカウントで使用していないパスワードを設定して一時的にロックをかけることができます。消去では Android に保存されているデータが全て消えて初期化され、元のデータは戻せなくなるのでご注意ください。 Android デバイスマネージャーでは他にも Android の機種名を分かりやすい名前に変更したり、位置情報を再取得したりすることもできます。次に Android でアプリを利用する方法です。 Android 用には公式の Android デバイスマネージャーアプリが Google Play で配信されているので、インストールして起動すると PC ブラウザと同じような画面表示で同じ操作を行うことができます。例えば Android スマートフォンをなくした時などに、 Android タブレットで Android デバイスマネージャーを起動して探すことなどができるというわけです。ちなみに Android デバイスマネージャーはブラウザで利用できる機能なので、 Android のブラウザアプリで Android デバイスマネージャーのページにアクセスして同じように使うことができます。以上、 Android の盗難や紛失時に役立つ Google Play の機能、 Android デバイスマネージャーについての解説でした。